23日目、未来から来たセワシ君みたいな、これなんか持ってるね。これで探してみる、何かどっか探すとか。あ、ビービー言ってる、ここ。はい、タップ。あ、これママじゃん、ママじゃん。あ、ママママ、あ、どうしよう。今のでママを探知して、今のはママ探知機なのかな、ママ探知機っつって、でここのママいるからそこじゃないよってことかな。他にた、なんかた、ない？探知する場所ない？ここにママいるじゃん。どうしよう。ママいるのは分かったけど、他にどうしたらいいんだろう。適当にタップしてみようか。探知機を、お？ここにもなんかある。あ、なんか色は違う。赤じゃなくて緑、黄緑みたいな。こうしてみようか。あ、ゲームだ、やった。なるほど、なんでも探知機みたいな、そういうことかな。24日目。電子レンジの中に何もない。ピザがある。ピザを電子レンジの中で、卵もある。ピザ焼くとか？焼いて、これに、卵を乗せるとか。あれ？もう一回焼ける？あ、焦げちゃう。やばいやばいやばい。ママが出てくる、ママが出てくる。やばい。あー！ママ！最悪。煙あるところにママありやね。卵をどう使うかな、多分。右側見てみようか。あ、焼けたピザをさ、あの自由の、違う、何この、あの、なんていうの、真実の、なんだっけ、口忘れた。こいつにあげるとか。はい。あ、笑顔になった。この中に手を入れる。あ、ゲーム取れた。卵なんだったんだろう。ちょ、もう一回やってみようか。卵を電子レンジでチンするとか。なんなんだ。え、ママ。あ、確か卵爆発するっていうもんね。なるほどね。他にはなんかやる。このステージなんか面白いな。普通に手入れてみるとか。多分噛まれたんだろうね。じゃあ次のページ行こうか。25日目、はい、スタート。これ多分お母さんだよね。これ割る。あれ、壺割れない。間違い探しだ、多分。あ、ラジオの、ラジオ関係ないか。あ、ラジオのほら、何このスピーカー部分が四角だけど、こっち丸だ。だからここ。で次が、あ、照明がなんかほら、こっちが傘が狭いのにこっちが広いっていうところかな。はい。で三つ目がこん中じゃないかな。あ、押しちゃった。違ったか。なんだろう。これとこれ。もしかしてだけどさ、これ3分の2とか書いてある文字とかじゃない？ほら、この25日目っていうのもさ、ずっとほらついてくんじゃん。あれ、違う。そういう意地悪系じゃない。どうすりゃいいんだろう。他にある？何もないよね。わからんぞ。あ、わかったわかったわかった。靴下だ。ほら、こっち靴下履いてるけど、こっち脱いでる。普通に間違いあったんじゃん。はい。あ、できた。あ、よかったよかったよかった。なんだ。なんだ、なんかこう裏書きすぎたわ。そういうのかと思ったわ。ママもう一回ゲーム、ママもう一回ハテナ。2個目。3個目と。これヘビでしょ？投げれる感じか。これでママあったらやばいな。もう一回。もう一回か。ゲーム当てるの難しいな。はい。ハテナだ。何が出てくるんだろう。本当のヒエーじゃん。プレデター。嘘だろ。これは完全に運ゲーなのかな。完全に運ゲーだとしたら、ねえ、もうプレデター避けられないよね。いけ！ゲームいけ！もう一回か。どうしたらいいんだ。
はい。あ、やばい、ハテナ当たっちゃった。どうしよう。あいつ来る、あいつ来る。あ？ははは。嘘だろ。いろんなパターンがあるんじゃん。やばいやばい。どうしようどうしよう。とりあえず、これ3本取るでしょ？順番とか関係ない？もしかして。これさ、あ、俺分かっちゃった。これほら、青いダーツと灰色のダーツとピンクのダーツがあるから、これゲームは黄色のダーツがいるとかそんなんじゃない？どうしよう。このヘビのとこ割ってみる？あ、シャーってなった。どうしよう。どうしようかな。黄色のダーツがあったから、あれを利用するんだ、多分。ダーツで、このヘビを射ってみるとか。いけ！あ、かわいそう。でもいけた、いけた、取れた、取れた。これで、ダーツをする。あー、なるほどね。色にちゃんと関連性があったの。脱出ゲームみたい、なんか。これでゲームをクリアと。よし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 。ネクスト。あ、結構サクサク進むな。27日。氷。水。お母さんが、スマホをいじってると。何もないね。ママタップしてみるとか。ママ何中断されて怒ったんだね、ママ。今ゆっくりしてるんだから、そんなに何もしない。でもママさ、火つけたままこんなスマホして危ないよね。ああ、やばいやばい、火事になってる、火事になってる。水、どうしようどうしよう。どうしよう、じゃがいも入れよう、じゃがいも。はい。ああ、フライドポテトをゲットした。油がある。どうしようどうしよう。火に水とか氷入れてもダメだし、ママに、はい。ポテトをあげると、何も起こらん。どうしよう。どうしようどうしよう。火事になる。これを、取れた。これを上に乗っけて消す。焦ってんじゃん、もう。ピースじゃねえよ。で、この下にあると。なんで、ポテトあげただけじゃん、しかも。他にないかな。米？これは、なんだ？ドラゴンボールとか？ドラゴンボールじゃないかな、これ。ドラゴンボールを7つ集めるとか。魔風、なんであるじゃん、魔風奪えたっけ。あ、やっぱ7つ集めんだ。4つ。あ、や、持てない。どうしたらいいんだろう。この中に入れる。いくら丼じゃん、これ。で、どこにあるのかな、他に。マジックの棒？これをどうしたらいいんだろう。とりあえず入れといて。ん？このお母さんが封印されてる。ママ！どうしようかな。普通に難しいぞ、これは。とりあえず1個目、2個目、3個目、4個目、5個目。あ、とりあえず乗っけて。あ、なんか、椅子の下になんかあるぞ。これを椅子の下のやつに引っ掛けて、1個取ると。でもこれでも6個じゃん。7個目どうしたらいいんだろう。7個目、7個目。7個目はどこだろう。ヒント見よう。ちょっとヒント見ます。ヒント、イクラを7つ集めるんじゃ。ヒントを見る前にも注目するんじゃ。ヒントを見る前にも注目する。おじいちゃん、ちょっとよくわかんないっす、それ。ヒントを見る前にも注目する。ちょ、一回やり直してみようか、じゃあ。やり直し。あ、わかった。ここじゃん。これじゃん。うわー。気づかねー。そこかー。いやー、これはちょっと難しかったね。ヒント見る前にも注目するんじゃん。ジジイお前マジでもう。ありがとうジジイ。あ、やべ、押しちゃった。なんか。これ通るでしょ？あー、これで OK と。シェンロン。いでよサーモン？シェンロンじゃないんだ。で、サーモンが何かをくれると。あー、くれたよかったよかった。これでゲームドになって OK と。いや、わからなかった。次、ネクスト。29日目。風船の中に、ゲームがあると。バッターがいる。野球ボールがある。野球ボールをバッターに、はい、あげる。たら、割れる。
壊れてママ怒ると。どうしよう。どうしようかな。ボールだと壊れちゃうじゃん。なんか別のもんないの？普通にタップする。ダメ、届かない。ボールを直接この辺に。あ、ダメだ、ママ怒る。どうしよう。これボール取るじゃん。ボールって普通にバッタータップするとか。あ、バット取れた。バットで、はい。バットでもちょっと力加減考えてよ。じゃあ、どうしよう。バット取るじゃん。ボール取るじゃん。ボールを渡す。ほら、ちゃんと病院連れてかなきゃ。ひえで逃げちゃダメよ。じゃあ、ボールを、あ、バット取る。ボール取る。バットどっか使えない？あ、これでママ来れないじゃん。ママ来れないからといって壊しちゃ意味ないしね。普通に、あ、これ割ってみる？壊れるじゃん。え？いや、これゲーム壊れてるわけじゃないんだ。なんだ？あ、よかったよかった。じゃあいいんだ。ママ来れなきゃよしと。あれ？ 30 日目よ。あれ？え？え？ちょっと、悲しいよ。あの、部屋閉ざしてからずっと1000日経ってんだ。バットあるし。ゴミ袋取れない。ゴミは取れるね。へっへっへ。チェキショー。ゲーム取っちゃダメ？ちょっと、これきついよ。ゲーム取っちゃダメでしょ？同じ格好なんだね、こいつ。ゲームを取らずに、ゴミを取って、ゴミを捨てるとか。ちゃんとゴミを捨てる。ダメだ。アイテムいっぱい。ママに来てもらうとか、逆に。あ、やべ、ゴミいっぱい取って、あれだ。あの、バットが取れない。やり直そうか。じゃあ、とりあえずママに来てほしいから、ママ呼ぼうか。バットを取る。で、扉を開ける。ママ、もう来てくれた。あ、あ、やったね。感動。あ、ゲームなんかもういらないと。あ、ゲームなんかもやっぱいらないと思う。おめでとう。これ全国の引きこもりたちへのあれだね。ゲームなんか、ゲームから脱出しろと、そういう、あれだね。もう意味を込めてのゲームだったんだね、この脱出っていうのは。というわけで、感動的な、ラストでございました。みんないかがでしたでしょう。あ、カミカミだ。みんないかがでしたでしょう。あ、ダメダメダメ。いかがだったでしょうか。こうやってね、ゲームをしても、僕みたいにこうやってゲームをし続けるのもいいけども、そんなんしてないで、外に出て、家族と一緒に過ごそうよという、引きこもらないで、まあ、引きこもってないけど別に、ゲームをしようよと、そういう、なんて言うんだろう、メッセージ性を込めた、素晴らしいアプリでした。というわけで今日はここまで。みんなバイバーイ。